司馬さんはですね、福岡県出身の方です。日本全国津々浦々、ライブハウスから居酒屋までアタッシュケース一つで飛び回っております。この後も会津若松へ直行です。曲的にはオリジナルポップスですかね。年末までライブ尽くしです。ちなみに栃木県では12月2日の木曜日、大田原市のフェラージュ、12月3日の金曜日、宇都宮のビートクラブスタジオで予定しております。 CD と手ぬぐいも販売しておりますので、はい、たくさん今日も持ってきてますので、ぜひともご購入をお勧めします。1本と言わず2本3本保存用と配る用でお願いいたします。それではちょっとインタビューしてみたいと思います。この全国津々浦々飛び回ってますが、どうですか、一番こう印象に残ってる県とか地域とかありますか。栃木県が印象に残ってるそうです。あまり湧いてないね。この生活続けててどうですか、苦労してることとかありますか。それ聞いちゃうのか。チューニング中になんか喋るのが苦労ですね。シバラブコールが飛んできました。おいえ、いつから司会とかされてるんですか。私はですね、去年の7月ぐらいからですかね。ありがとうございます。どうですか、司会。そうですね、楽しいですか。ちっちゃい子供相手にやるのがとても楽しいです。子供さん、はい、今日は子供さんも来ていらっしゃいますね。声をかけてみませんか。元気ですか。おお、大丈夫よ。あ、マジね。はい、ありがとう。じゃあこれから面白い演奏が始まると思うから楽しんで帰ってね。面白い演奏が始まるよ。それでは司馬さんです、よろしくお願いいたします。お姉さんでした。ありがとうございます。はじめまして、司馬と言います。福岡から来ました、よろしくどうぞ。イエーイ。太陽は差別しない、誰の
招待状はまだ来ない。君の犯した過ちが誰かのためになるまでは出ておいでよさ。朝が来るまで踊ろう、夜に星潰される前照らしてる照らしてる。